素敵でした。ね、かっこよかったですよね。なんかこう面白かったね。さあ、それではですね、なんと皆様お待たせをいたしました。続いてが最後のパフォーマンスとなります。第2回子ども音楽フェスタ。このイベントはですね、安城を音楽があふれる街に、大人と子どもたちと触れ合いを通じて子どもたちの健全な育成を図ることを目標にということで、立ち上げられまして、今日はですね第2回となりました。こんなにね多くの方に足を運んでいただきまして、スタッフ、みんなね本当に喜んでおります。そんな中で最後までねいてくださってありがとうございます。では最後の紹介となります。よろしくお願いします。最後はミコト&ダブルタウンズの皆さんです。12歳のシンガーソングライター松下ミコトと2台のカホンで演奏しています。西三河地方を中心に年間100を超える演奏活動をしています。ラジオやテレビにも多数出演し、ピッチ FM ラジオダブルカホンズの俺たちの部屋は毎月放送しています。それではお願いします。それでは最後のパフォーマンスとなります。皆さん大きな拍手でお迎えください。Thank you.
ジナルソングを歌います。で、次の曲は、おばあちゃんの歌を作ったので歌います。で、この曲はおばあちゃんが元気な時に作った曲で、おばあちゃんは重い病気になってしまって、で、歌の中にあるように一緒にいろんなところに遊びに行ったり、あと髪を美容師なので切ってくれるんですけど、そういうことも少なくなってしまいました。で、それでおばあちゃんに元気になってほしいなって思って作りました。ではおばあちゃんの歌を歌います。大好き。
叶うなら
か、後ろのお二人。後ろのお二人で失礼ですね。どうでしたか？皆さん長時間ありがとうございます。はい、なんかあの最後ちょっと疲れた顔してましたけど。いやでも楽しんでおります。はい、演奏バッチリでした。どうですか、だって由美さん。今日は演奏はちょっと今気抜いてましたね。今大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい。今日の演奏はどうでしたか？今日の演奏は非常にあの楽しく演奏できました。はい、あのいつもあの僕はいつも遅れるもんですからいつもみこちゃんにらむんですよ。はい。今日普通にできました。今日普通にできました。じゃあ皆様最後に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。